藤波慎太郎さんリリースポイントもフォームもバラバラすぎてヤバいよ。別スレで貼られてたけどリリースポイントバラつきすぎだろ。フォーシームがこんなバラつくってありえるんか。同じ球種でもこんだけバラつくのはひどいな。七色のリリースポイント、これは的を絞らせない好投手。なんか3つほど地面にめり込んで1球ありませんかね。これダルビッシュとか大谷だとどれくらいなんや。大谷は見たことないけどダルビッシュはリリースポイントめっちゃ一定やったと思う。大谷翔平のリリースポイント、なんやこれ、色綺麗すぎやんけ。すげー、球種と狙う場所によるって感じなんやな。球種によってリリースポイントが変わる感じなんやな。球種ごとのポイントはある程度決まってるけど、スライダーはかなりいろんなとこから投げてるような。縦横の変化量別でさらに分類したらもう一色増えそうや。野球マシーンデグロムのデータ、ひえは綺麗すぎやん、すごいな。気持ち悪い、すごい、マジで機械みたいな精密さや。ほんまに惑星最強の投手やなこいつ。トラウトといいメジャーではマシンにならんと勝てないのか。再現性をとにかく求めてる気はするよな。トラウトのホームランなんか似たようなのばっかやし、ランディ・ジョンソンも何かの番組でリリースポイントさえ安定させればええと言ってたわ。だから土台の下半身の安定は不可欠やと。ボールの軸も回転数もバラバラすぎてやっぱり自分でコントロールできないんやなって。コントロールする気鼻からないんだから、そら四球当てても大して気にせんわな。未だにステップもリリースポイントも全然定まらないってすごいよな。プロ何年生だよって話。再現性が死ぬほど低いから基本通用しない。たまたまいいポイントで投げられた時だけ通用する。結局フォームよな、なんとなくで投げとるんや。